はい、今日もあなたと役所天国、本日は9月の6、木曜日ですね。はい、ということで人参の乾燥をやりながら刃物をやりますね。刃物の太陽熱マルチ黒ね、刃物専用太陽熱マルチ黒編ということでね、今ここにこうやって貼ってありますけど、今日またね2本ぐらい貼りますけど、向こうのねあのアマランサス葉大根のところが、あそこ結構ね刃物としてやる予定だったんですけども、水没しましたんで一回こっちに逃げてこちら側に作りますね。一回今日もうトラクター入れて、またさらにね刃物太陽熱マルチ貼っていきますけど、太陽熱マルチ黒編ですね。刃物は黒でやるんですね。そうするとはい、これは見てください、非常に湿り気があっていいでしょう。そうすると発芽も容易なんですね。つまり短期勝負なので黒でいいというそういう解釈ですね。でこれは折り返しますね。よかったらこれ参考にしてください。いわゆる太陽熱マルチの黒と白を使い分けるということですね。まああの家庭菜園の人もねちょっと難しいかもしれませんけど、こういうのを取り入れるとねあのかなりあの技術は応用が効きますね。隣が人参なんですよね、最後の人参なんで、ああやって草生えてるでしょ。でそういうのをね草取りを一切する必要はありませんね。その隣の草を取ってるようではダメですね。あ、草があってもこうやって折り返してしまえば何の問題もないわけですね。このね耐熱マルチの黒と白をうまく使い分けるっていうことがね、それぞれ皆さんね、私は刃物で耐熱マルチのこの黒を使ってるんですね。あの油中とかね、春菊、ほうれん草、発芽がねちょっと時間かかるものは今からここ種まいて上から灌水すればね何の問題もありませんの で、 でこうやって草生えてくるでしょね。我が農園は草むしりというのをやりませんね。ビニールをかぶせてしまえばそれで終わりですから、そういう無駄なことはしないということですね。今日ねこれで 50m1 本ですから、刃物ね一気にそれをやってしまって、ちょっと刃物ね8月20日ぐらいから巻きたかったんですけども、これでね2週間遅れてるんですよね。危機的状況です。しょうがないですよ、この時期は何やかんやね。で台風も来てたし、はい、ということでこうやって折り返して、あちら側にね、これが昨日やったやつですね。こんな感じで、わかります？畝間を完全にこうやって押さえてしまえば何の問題もありませんね。草がいくら生えていようがかぶせてしまえば黒マルチですから問題ないですよね。よいしょ。どうしてもこう間は空いちゃうんですけどよいしょ。私の提唱しているオーガニック自然栽培ね、最大の特徴は何かね、草むしりをしないということなんですね。草をむしっていてはダメなんですね。草をむしっちゃいけません。いけませんというのはどういうことかっていうと、草をむしってるなんていう無駄なことをやっていたら時間が足らないんですね。そしたらヘクタール単位回らないんですね。草が生えないように管理をするね、草が生えないように管理をするんですけどね、1回で終わりってことなんですね。わかります？そのためにマルチとペグが必要ですね。このペグは20センチで OK ですね。だからうちはこうやってねペグをたくさん使って、それで畑を管理しているんですね。それによって広い畑が一人で回せるというそういうからくりですね。私の家庭菜園講座ではこのやり方をね詳細に、まあ、あの家庭菜園の人ですけども、このやり方をね家庭菜園で取り入れれば一旦が回るわけです。いいですかね。一旦って皆さん何坪ですか？300坪ですね。皆さん家庭菜園どれぐらいおやりになってますか？何世ですか？300坪ですよ。990平米です。30m×30m、それを完全無農薬で一人で回せるってことを言ってるんですよね。それだけ広い畑で野菜作れば、はい、いっぱいできるでしょ。ですから売りましょうって言ってるんですね。5m×5m でいくら作ったところで家族で食べて余っちゃったなってことでしょ。はい、
広い畑を耕作しなければ売り上げには結びつきません。広い畑を無農薬で管理するためには草を生やしていてはダメなんですね。わかりますよね。とっても単純です。しかも今日これ1回で決まるわけですね。で隣のところは次のね、来週その黒マルチをまたうねまに折り返せば、はい、うねま完璧にこうやって草一本もないでしょ。これが私の提唱しているオーガニック自然栽培です。これでやればまあある程度広いところができるよっていう話をしてるわけですね。私は除草剤を使いません。除草剤を使わないってなるとね、どういう管理が必要なのか、はい、その方法がこれですよね。わかります？草はあってはならないんです、ね、草があったら野菜はできません。じゃあ草をね絶やすために除草剤を使わないとするとどういう方法があるんですか。これです。これが私の考えついたやり方です。もっといいやり方があるなら教えてください、あるいは開発してみてください。こんなねでかいこれしばしば系の雑草、こうやって折り込んでいけば枯れます。草を取っちゃいけません。これは黒マルチだから、まあこの時期だったらまだね白ね透明でも大丈夫ですけど、まだ日光強いんでね。これが10月とかになるとね、今度は保温になってきて中で草が繁殖しますからなので春人参のようにね上に黒マルチを張らなきゃいけないっていう話になってくるわけです。これをね一つ習得すると多分飛躍的にね野菜ができるようになります。私のね講座を受けてる人でもう10万円をね、売りましたっていうね、人が何人も出てきておりますね。そういう人たちは皆さんこのやり方なんです。このやり方で管理をしたから野菜ができるんですね。土作りができてね、土が良くなりましたね。土が良くなることと野菜をたくさん作ることは関係ないですよね。はい、土をちゃんとね土作りができて土がたくさんいい土ができましたって、だからそのこととね野菜を作る量が増えたということは関係ないですよね。ということはお分かりになりますかね。です、そういうことです。これでね、今日巻くのはね、昨日はルッコラ、葉大根、春菊巻きました。今日は、ラディッシュ、水菜、小株ね。かって今言った3つは早くできるものね、足の速いものが2品種、そしてちょっと時間かかるものは1品種。昨日もそうです。それが昨日は春菊、今日は小株なんですね。わかります？栽培期間をずらすということです。さあ種まきましょう。で防虫ネットで、まあ黒寒冷舎はしてもいいですけども、刃物ですからね。はい、ということで綺麗に管理できましたね。はい、隣が人参です。もう来週9月のここ最後巻くのがね、9月の15、16あたりですよね。これが最後の来年の3月、4月の人参ですね。秋冬人参のラストね。なのでしっかりね、ここはだから来年の4月まで人参があるわけですね。この葉物はもう来月1ヶ月ぐらいで終わりですから、終わったらすぐまたトラクターかけてね何かを作ると思うんですけど、はい、こういうふうにしてね畑というのは管理をするんですね。管理をすれば野菜ができるね、何度も言ってますけど、ここがポイントですね。よいしょ。はい、ということでこれから今からね種まきしましょうか。これはね太陽熱マルチの黒マルチを使った太陽熱マルチ、葉物ですね。うちは黒マルチはね葉物で使いますね。
人参だとかね、こういう長期栽培のものね、栽培期間の長いものは白でないと、草を抑えられませんね。葉物はこれもう来月9月、来月もう9月か、9月の終わりぐらいには収穫撤去もね、1週間2週間で終わりですから、だからまあ、あの湿り気を保つということと、ある程度の草を抑えられればそれでいいわ。短期決戦なので黒でいいっていう、そういう解釈なんです。わかりますね。何回もこの話はしてると思うんでね、いやもう聞き飽きたよと思うかもしれないけど、この耐熱マルチのね、黒、耐熱マルチの白ね、この2つをうまくね使い分けることができれば、飛躍的にねあなたの栽培技術は上がりますね。特にこの秋冬栽培はこの2つはね必須のものだと思ってくださいね。だから家庭菜園の人でもほんのちょっとでいいから、この2つをね、取り入れてみたらね、あの今やってる畑の何倍も回りますね。はい、以上でした。それではまた。